救急車のように非常に荷重の重い車両を支えるにはですね、とても今までの従来技術ではできるものではございませんでした。ですから消防庁様からですね、このような要請を受けたときに、社内的にはかなりこれは厳しいねという話がございました。しかし、これをなんとかやっぱりやるのが必要だということで、従来からあったですね、ランフラットテクノロジーという技術を応用しましてですね、今回このタイヤの開発に取り組んできたわけでございます。